アロハラボラトリーです。ありがとうございます。はい、ちょっと久しぶりに なりますが、はい、プラに関するお仕事図鑑ということで、本日は、キッタミドリさんにお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、キッタさんといえば多分これを見てる方もいっぱいご存知の方いらっしゃると思いますが、いつもみどりさんね、みどりさんねって言われるので皆さんご存知だと思います。プラ雑誌で20年間ほど編集、インタビューから写真撮影からもうあらゆることを手広くやられておりました、キッタさんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか？そうですね、フラに出会ったのは1997年か8年ぐらいだと思うんですけど、うん、2000年からフラの雑誌に関わるようになって、うん、20年ほど編集とか撮影とか、まあ、企画から、一応一通りずっと、うん、させていただいてきました。はい、はい、ありがとうございます。で、ちょっと私も全貌がつかめていなくて気になるんですけど、まあ、そのフラ雑誌で20年間活躍されて、その後独立されて、今いろいろなフラに関わるお仕事をされていると思うんですけど、はい、具体的にはどういったお仕事を今フラしていらっしゃいますか？具体的にっていうか、さっきご紹介いただいたように、はい、フラ のいろんなクムたちとか、いろんなハワイの方たち、それからイベントを通しとかして、うん、日本のダンサーの方たちとも20年いろいろこう見ている中で、皆さんのフラがより楽しく、うん、楽しいフラライフが送れる、なんかお手伝いができたらいいなっていうのが私のコンセプトの一つで、だから勝手に実はフラコネクターっていう、あ、そうですよね、名刺に書かれてらっしゃるフラコネクターってコネクション、はい、コネクト、うんうん、だからフラダン、日本のフラダンサーをフラとコネクトする、うん、あるいはハワイとコネクトするっていう風な形でお手伝いができればいいなって思っていて、今はカレッジフラ、はい、はい、ハイスクールカピーナと、こちらのコンペティションのプログラムの制作と、それから当日の撮影をさせていただいてます。その他にも、まあ、他のイベントのお手伝いですとか、なんかハワイとかフラに関わること全体、全般、私の知識、もう自分が持っている情報とか知識とかが皆さんの役に立てればいいなというふうに思って、うん、そういった何っていうきちっとした、すいません、いやはないんですけど、オールマイティーに、うん、お仕事させていただいてます。そうです、はい、なかなかこうどっかに所属してこの仕事してますっていうのは分かりやすいと思うんですけど、多分あんまりいらっしゃらない形、フリーダンスのような感じで多分働いていらっしゃると思うので、はい、まあすごく参考になるっていうか、他にない形だと思うので、すごく勉強になるんじゃないかなと思います、これを見てくださってる方が。あ、本当ですか、はい、自分もフラを習っている、はい、長く習っているし、だからある意味フラダンサーの気持ちも分かるし、ね、あとちょっと少し教えてもいるので、教えるっていうこともすごく大変だなと最近実感しておりますので。そうですね、はい、今年からですかね、去年から、去年、そうですね、はい、ご指導も、あ、少人数ですけどね、はい、それを経るとやっぱりコンペティションとか出るのがどれくらい大変かっていうのが分かるっていうのを、確かにおっしゃってて、取材を通じて、うん、コンペティションの取材、それこそメリモナーと、うんうん、ハワイメリモナーと、日本のコンペティションたくさんあって、先生にインタビューしたりとか、ダンサーにインタビューしたりとかをたくさんしてきましたけど、うん、実際自分が教えるってことをちょっと携わってみると、コンペに出るって大変だなってすごく実感してますけど、うんうん、それだけにやっぱり大変なこともあるけども、やっぱりこう達成感というかね、うん、そういうものも大きいんだろうなって、はい、より一層実感しております。そうなんで、こんな思いをこう抱えながらって言ったんですけど、私たちのコンペティションのプログラムを作っていただいてるだけじゃなくて、当日は北さんをリーダーとしてカメラマンのチームを作って、皆さんの演舞の写真を撮っていただいてます。なのでやっぱりこう
ね、プランの写真を撮るっていうのもまたなんか普通の写真とはちょっと違う難しさがあるのかなとは思うんですけど、そちらもプロの方が撮っていただいているので、私たちの、ね、仕事をすごい助けていただいている方でございます。とんでもないです。なんか、はい、フラーを撮るときってやっぱそのダンサーの目線とか、うん、指先とかすごくやっぱりね出てくるものがあるので、うん、それに結構魅了される、うん、すごい感動したりドキドキしたりそういうふうに思うことも結構あります。キッドさんがあのコンペの当日に私いつも採点してるんですけど、あの採って最後の方に全部終わった後にこことここどこみたいな感じでもうピンポイントでその上位の人たちを出してくるのでさすがだなって。あ、本当ですか？毎回上位の方も私はこことここだと思ったけどどうみたいな感じ、これちょっと裏話ですけど、そう言ってくるさすがだなと思って。だからものがあるんですね、カメラ越しでも、うん、やっぱりすごいあります。撮っててグイグイ自分が入ってしまうみたいな。すごい、うん、楽しいですよかったです。これからこんな仕事してみたいとかっていう希望はありますか？せっかくなのでもしないと。日本のダンサーの方たちって昔それこそ2000年当時に比べると今のダンサーたちって皆さんすごいこうレベルも上がってきてるし、情報もインターネットがそれこそねすごく普及して、今 SNS とかたくさん情報があるのでいろんな情報がねまあ得られているとは思うんですけど、その中でも何かこう伝えていけることがあるといいなって思ったりとか、フラだけどもっとこうハワイ全体のに視野を広めてもらって、ね、今こんな時期ですけどもう少しこうハワイにも行きやすくなったらハワイの実際に行って、うん、このハワイの空気とか、そうですね、ね、そういったものに触れていただきたいなと思っていて、うん、それの何かお手伝いがね、それに対して何かお手伝いができればいいなというふうには思って、まあ、とにかくフラが楽しい何かこう場を作れたらいいなというふうに、そうですね、頼もしいお方ですライティングはもちろん写真撮ったりとか企画とかいろんなことができると思うので、困った際はキッドさんにご連絡ください。よろしくお願いします、はい。今お話を伺っているとすごくこう楽しそうにお仕事されているような印象は受けるんですけど、今お仕事されてて逆にこうちょっと大変だなって思う部分とかはどんなことがありますか？すごいなんかネットでは言えないオブラートに。そうですね私たちもねあのギリギリになって資料出したりたくさんちょっと混乱してるので長時間働くのがきつくなってきますそういう体力的なそうです、そういうなんか物理的ってまあそうですよね、うん、あとはあのデジタルに自分がちゃんとついていきたいなっていう、うん、全然ついていかれてるっていうか思ったことないんですけど。いやいやいや、ただフラってあの、ま、昔から思っているんだけど、うん、もう本当に子供からおばあちゃんまで楽しめて、うんうん、はい、いわゆるムームーと言われているドレスって、うんうん、老若男女年とか性別とか、うんうん、体型とか、はい、誰でもこう似合うものだと思っているのね、うんうん、そうですね、だからどんな人でも気軽に楽しめるものだと思うし、例えば子育てとか仕事が忙しいとかいろんなあの介護とかいろんなことで一度ストップしたとしてもまたいつでも始められるのがフラの魅力でもあるし、うんうんうん、フラだと思うのでね、うん、一生、楽しめるものですので、はい、みんな楽しんでいただけると親しんでいただければと、はいはい、思います。ありがとうございます、はい、まあちょっといろいろやられてるのでね、キッドさんみたいなお仕事に就くにはどうすればいいと思いますかって、ね、いつもだったら聞く流れなんですけど、ちょっとなんかパッてね始められるようなものではないのかなっていう気がします。うん、やっぱりわからないんですけど、一応20年以上やってきているから、うんうんうん、それの昔のこととかいうこともある程度分かるし、ね、2000年より前からね、うん、もちろんもっと長くやっていらっしゃる先生とかもたくさんいるんですけど、一応20年って、まあ、一つの、まあまあ長くやってるかなっていうところではあるんだけど、う
フラっていつの間にかこんなに長くやっちゃったなって思うものでもあると思うので、あんまりこう肩に力張らずにリラックスしてやっていってほしいなと思いますね。そのフラを子どもの時からとか大学生になってから始めて、すごいフラが好きでのめり込んでしまって、でなんかフラに関する仕事をしたいと思うけど、どういう風に働けるんだろうって悩んでる子が今そこにいるとしたら、何てアドバイスしますか？それこそ、まあ、雑誌だったりとか、メディア系に行くとか、あとはイベントとかでやるとかっていうのが、まあ、まずはそこからじゃないですかね。あとは私はなかなか自分でも今まだできてないんだけど、英語、もっと言っちゃうとハワイ語、これができるとすごくもっと広がりますよね。視野も広がるし、そう、あのハワイの人とのコミュニケーションも取りやすい、そこでハワイ語が分かったらより、そうですね、結構ワークショップとかも私たちやるんですけど、そこでこうハワイ語も英語も分かって、フラも分かってる人ってなると、なかなかこう結構狭まってきたりするので、そうですね、まあ、そういうところで地道になんかこうできることを増やしていく、やっぱ語学って大事だなっていうふうに思うので、それによってもう奥どん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 入っていけるので、はい、頑張ってやってもらえたら、ねね、いいんじゃないかなと思います。具体的にはどうしたらいいですか？具体的には、その子が、目の前にいる子がフラのお仕事をしたいって言った場合、キッタさんやったら今の時代の中では、昔は編集者になったわけじゃないですか、今やったらどうするか、今やったらどうするか、今だったら、今 SNS とか結構使えるじゃないですか、だからそこで自分で何かこう情報を発信していくとか、フラに関する情報を発信していくのと、まあ、さっき言ったようにやっぱり語学ができるとより情報たくさん入ってくるので、そういったものをこうちょっと出していくとか、私の知り合いの方はやっぱりフラの曲の解説をブログでこう作っていって、一曲ずつ作っていった方が今結構それがお仕事になったりとかしているので、急に何かをっていうわけにはね、なかなかいかないとは思うんですけど、そういったこう情報の分野で進むか、あるいはイベントとか、そういったもので実際のダンサーとのこのコミュニケーションの中でフラと関わっているかとか、そうですね、ありますね、どっちも。なんか情報系でいくのかっていう、そのイベント系でいくのかっていうのもあるし、そうですね、向き不向きがあると思うので、ネットでの発信とかアウトプットっていうのは、まあ、今はそんなお金のかからずにできることなの で、ね、まあ、簡単そうに見えて結構コストっていうか労力はかかると思うんですけど、うん、 その情報発信に自分が向いてるのかなとか確認するために、とりあえずそういう行動をしてみるっていうのも、やらないことには何も変わらないですからね。ただあのそう、情報はしっかりだから、その代わり情報をしっかり間違ったことを発信しないように、そこは責任を持ってあのやってっていただければなと思うし、本当にね、日常的なことでいいと思うんですよね。お花の写真撮ったら、それ例えばハワイ語でいい匂いっていう、なんか細かいことでも何でもいいと思う、だから自分がフラに興味があったりとか、ハワイに興味あるってことを、そういったところから情報発信、ね、していくことからやってたら、もうそれだと収入がないですよね。だから仕事にはならないですね。じゃあ時間をかけてっていう、なんかあとはだからやっぱりここまで言っていいのか分かんないけど、あの親元にいてとか、なんか分かんないんですけど、アルバイトしながらとか、あとはイベントでアルバイトするとか、そうですね、まあ、学生さんだったらそれこそそういうのやる時間をね、そうそうそう、自分で取って私これやってみようっていうのを一定期間続けてみて、何ができるかとか、それやった実績をもとに、ちょっと入ってみたい会社に、私今までこういう活動をやってきたんですけど、それを生かしてこういう仕事をしたいですみたいな感じで、こうちょっとアプライっていうか応募してみるとかっていうのもありかもしれない、熱意が伝わるとやっぱり私たちもその働きたいですみたいな風に来てくださる方もいるんですけど、どれだけそういうこういう仕事に熱意を持って取り組めるかっていうのはやっぱ大事な観点かなと思うので、自分の内外で資産を作っていくっていうのが、そうですね、ね、明確な答えではないかもしれないけど次の一歩につながるヒントかもしれない、何か
まず自分ができることから始めていって、うん、でもちろんお金がないと生きていけないでしょうから、うんうんうん、まあそこはアルバイトでつないで、ただアルバイトするだけでも、例えばイベントもいいし、そうアロハラボラトリーで働くとか、アロハラボラトリーで働くとか、アロハラボラトリーからお金が出ていくじゃないですか。あとあの例えばフラッシュオップでね、ちょっとアルバイトするとかね、あ、そうですね、あの出店のアルバイトをするとか、うん、まあそういうのでもいいとは思うし、いやアロハネクストの会員数が増えれば、そういうお仕事はうちの方でも作ってもいいですよ。入ってくださいというお話がありました。今見ます。よかったらちょっと説明しましょう。どうぞどうぞ、そこで言ってないで。カメラの前に。いいです。この会員が増えれば。確かにキッドさんに、なんかちょっとキッドさんの観点からちょっと説明してくれたら嬉しいかもしれない。アロハネクストのこの動画のこのコンテンツの豊富さは素晴らしいですよね。本当ですか。ありがとうございます。私あのこの前のメルモナークで今、ダンサー 100% 知ってるかって言ったらそういうわけじゃないじゃないですか、うんうんうん、だからやっぱりこういうメリモナークのこともそうだし、コンペを出る人にとってみるとこのファクトシートってやっぱり難しい、うん、難しいですよね。で一度ここであの講座を拝見させてもらいましたけど、うんうん、やっぱりあれって勉強にすごいなるなって思ったし、クモ、うんうん、インタビューはね、生の声ですから、クモの言葉って結構グイグイ来るじゃないですか。ですね、だからあの自分と照らし合わせたりとかするのにすごくこうためになりますよね。でそれプラス今までのアーカイブ、コンペのアーカイブとか、まあ、いろんなハワイの情報とか、なんかフラダンサーにのコンテンツとして見るととてもこう充実したコンテンツになってるので、これがね年間5500円で。すいません、ありがとうございます。そう、見放題っていうのはやっぱりこの小屋のコンテンツを作るんだってすごい大変だったと思うので、ぜひ利用しない理由がないっていうか。ありがとうございます。いただやっぱり本を読んだりとかっていうのもしてほしいですね、うんうんうん、紙媒体に関わってきたものとして見れば、ね、はい、だけどやっぱ動画ってすごい便利だなとやっぱり思って、目と聴覚でこう全部で使ってやるので、うんうんうん、すごく分かりやすいし、はい、ぜひご利用いただければ。ありがとうございます。すいません、決して回し物とかではないですけど、紙媒体とはまた違う、うん、あのそうなんです、メディアになりたいんですよ、はい、私メディアってね、やっぱり責任持たなきゃいけないこともたくさんあって大変だと思うんですけど、うんうん、でもね、それもやりがいがあることなので、はい、ぜひやりがいのある方どうぞアロハラボラトリーに、はい、ちょっと会員になっていただいて先生のこの研究していただいて、そうですね、来ていただけたら。でもやっぱね、好きってすごく大事なことだと思うので、うんうんうん、自分がこうフラが好きで楽しくやってるっていうその気持ちを大事にしてほしいっていうのはうまく言えないんですけど、とにかくあんまり肩こうガチガチにならずにこうリラックスした形で楽しんでほしいなというふうには思います。今までのトレンドでこれからのトレンド K になるんちゃうかと。でもそんななんかこれ北さん作ってんねんで。知ってますよ、知ってますよ。これも北さん作ってんねんで。万人やのフラの。確かにフラの万人。ただこの前久々にかひばひばおハワイでハワイの方たちの生の演奏と、それからフラと、やっぱりこうミスアルファフラのオーラはすごいなって思ったし、日本人のダンサーが悪いわけでは全然ないんですけど、やっぱりこうハワイの方たちのフラをこうすごくこうインスピレーションもらいたいとか、刺激を受ける意味でもやっぱりいいものを見て自分のフラの肥やしにしてほしいですよね。やっぱりこう何でもそうだけど、いいものを見たり美味しいものを食べたり綺麗な景色を見ることによってすごく自分の心が満たされて、食べ物だったら次じゃあこうやって作ってみようかとか、あ、こんな食べ物もあるんだって、美味しいものもあるんだって発見があるじゃないですか。フラも一緒で、あのハワイの方たちのフラを見ることによって、うん、素敵って思うだけじゃなくって、こうやって踊ってるんだとか、うん、手はこうやって動かしてる、体はこうやって使ってるんだみたいな、うん、そういったところもいろいろ勉強できると思うので、うん、楽しむ中にそういったものも少しこう含めつつ、で私たちのコンペは組むも来日してその場で踊ってもらったりするので、ぜひあのコンペね、自分が出て、ね、うん、学ぶのももちろんですけど、見て学ぶっていうのも機会を提供してるので、
ぜひ。そうですよね。こういうのとかジャッジの方へのワークショップもありますので、こういうのとかね、皆さん来ていただければ今後とも、はい、はい、よろしくお願いします。私も写真一生懸命撮りますので、はい、はい、ありがとうございます。いろいろとお話を聞かせていただきましてありがとうございました。とんでもない。まあこんな感じで引き出しの多い金太さんでフランのに関わることだったら一度、まあね、仕事の方も悩んだら相談してみると、まあ多分皆さん知ってると思いますけど、いやそんなことは全然ないんです、はい、ではないかと思います、はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。